よし。なんで撮ったんだろう急に。なんか言えよ。撮られるがまま、ナスがままにしてる場合じゃないぞ。棒立ちかよ。困り顔のカイドウさんゲットでーす。あっす。こんばんは、ワイフ行ってくるわ。そんなダジャレがまかり通っていいのか。どっち？すげえ、乗らないと入れないところあるよ。ちょ、右左か分からない。あ、バレた。やだ。変なとこ通ったからバレたじゃん。やめ、立ち上がれっていう。やめろ。ドカンと音鳴ったね。どんだけしつこく俺を送ってんだよ。俺はいないものとしろ。モグラにやられる直前に国村って男はこの店に来たと。え、まだクルクルしてる、大丈夫？ダメ？看板。おお、顔が見えない。話す。いらっしゃいませ。ご指名ありますか？ん？ああ、ご指名ね。名前なんだっけ？お時間すぐに入れるのは、ゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。お、かなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。あるな。お客さん、当店は初めて？じゃあ先にコース決めましょうか。コース？コース。それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、高っ、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。高くない？また今度。1万、ちょ、俺の端、でもこれ多い方がいいのこれは。待って。持ってけ泥棒。65分コース。動揺してる。いや、嬉しいな。お客さん、初めてのご来店でそこまでやる気見せられちゃ、こっちもサービス頑張んなきゃ。何が？もうね、指名料は私思っちゃいますよ。ありがとう。お、そっか。あと、これは感謝の気持ち。何それ。スタミナミン X、 所持数がいっぱいのため受け取れませんでした。どないやねん。随分サービスいいな。捨てたが目の前で。お指名はどうしましょう。今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。1万7000。これミスったら1万7000ノブになるでしょう。かなえちゃんでお願いします。かなえちゃん。かなえちゃんですね。俺が会いに来たのはそんな名前だったのか。かなえちゃんで会ってるよね。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。会ってるよね。かなえちゃんで会ってるよね。みんな教えて、合ってるよね。ゆうなだっけ。マリンは絶対違うよね。いや、カナエで合ってるはずだ。だってカナエちゃんって言ってたもん。窓は、いや、合ってるわ。頼むよ。ああ、カナエちゃんで絶対窓は。かしこまりました。それじゃあオプションはね、いろいろありますけど。それ以外に聞いてないもんだって。女の子と直接交渉してください。危ない。オプションというと、絶対そうだな。そりゃもういろいろですよ、うん、女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ目隠しプレイが NG でして。ロータリー目隠し。これ大丈夫。彼女はその目を隠すとか、おちょっと怖い思いをしたことがありましてね。目玉えぐられてるから。わかる気がするよ。まあね、最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず、お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。これ値段高いの選んだの正解なのかな。安くていいんだったら安い方が良かったけど。制服が無造作にかけてる。ああ、座ってる。これキムタク的に大丈夫なやつこれ。あ、はい、はーい、どうぞどうぞ。お、かなえちゃん、かなえちゃん。ハムラグ。
お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。おやめろ。なんであんたが。俺の1万7000円。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。え、いいじゃん別になんてな。教令会の事件を嗅ぎ回ってるって。怒られた。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。釘刺しに来たね。そんなもん俺の勝手ですよ。渋い子来た。あ、殴らんといて。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。1万7000円返して。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。強いの俺。さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。え、なんだそりゃ。知らない。あれはあんたの差し金ですから。これ違うんじゃない。今そこに控えてんのも4人だ。こいつらが。言ってる意味が分かんねえな。あ、だろう健吾。へい、ヨタこいてんじゃねえぞ俺。あおどあおどあおあお。1万7000円分蹴られるってこと今から俺。カナエちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。早いな動きが。へえ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。くそー、俺のお金ちょうだい。倍にして返せ。くそー、俺のドキドキを返せ。く、散々だよ。警察ですか。ぼったくりです。あ、親さんか。ぼったくりだ。おう、どうした。なんか調子悪いのか。親父さんとこの頭と厄介事があってね。ちくりだちくりだ。間に入ってもらえると助かるんだけど。ちくろ。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。ほんま？わかった。く、もうセーラー服持って帰ろう。変装の時使えるかもしれんしな。キムタクの。そう、俺の1万7000円がドブに捨てられた。そう。張り込み操作で使えるかもしれんからセーラー服持ってくればいいのに。なんだよ、カナエちゃんもう帰ったらしいです。俺のワクワクを返せ。くそ、ああもうイライラする。ああまったく。ああもろに当たる。くそー、俺のドキドキよ。ああお前らに晴らしてやる鬱憤はすべて、ほらぶん投げてやる。ほらほらほら、バットの使い方教えてやろうか。こうすんだよ。ほらやんのかこの野郎。あ、いたたた。ほほ、えーい、つくの。バットってつくの。そうなの。俺の想定した使い方と違った。いい加減にしろよ。そこはフルスイングするのでは。つくんかい。あ、意外だったわ。いた。おい、まさかのバットでつくとは。先尖ってないよ。どかす。邪魔なバイクはどかして通る。そう、親父が待ってるんだ俺には。包丁やって終わろうか。今2時間やってますね、放送的には。1万7000円のイライラが溜まってますからね、こっちは。やらせてもらいますよ、好きに。行きます。くぅ、本当だったら源田法律事務所に行きたいのに。ここには沙織さんはいないよ。頼もう。ほら、さっき役もやってくれたな。荒らしてやる。ほらほら、うんうん、ほらまったく。
え、これも壊せる。これうわぁうわぁ、机もいけるんだこれ。なんで何も言わず見てるの。何じゃなくて音がめなしなのこれ。綺麗な事務所になりましたねこれ。親父に怒られそうこれ。これ親父の大事な盆栽じゃないのこれ。親父この座ってる椅子はダメなの。あ、座ってるのダメだ。座ってないのはフリーなやつらしい。マジか。植物まで。これはダメと。なるほどね。あ、この椅子。あ、うわあ、これ親父のじゃないのこれ。ああ、なんてこった。おそらく親父のであろう。ああ、ああ、親父、殴られたんだ俺。怒って、俺の代わりに怒って。あ、ダメだ。親父の部屋は不可侵領域だった。はい。まあ、座れよ。怒られるの今から俺。バカモーン。カツオみたいに怒られそう俺。いきなりだがよ、はい、タボ。何？結論から言うぞ。はい。ん？お前がハムラと何か揉めたとしても、俺がしてやれることは何もねえ。なんで？あ、なんだよおやっさん。ちょっと待ってくれ。話も聞いてくれないのか。なんで？話聞いたって時間の無駄だからな。え？羽村は組の稼ぎ頭でよ、はい、今の俺はその小遣いで細々やってる。ただの飾りだ。紐なの？え？親父。え？うちの組のもんは確かに俺の言うことはよく聞く。紐なの親父。だがそれが羽村の指示と勝ち合った時にはどうだろうな。多分俺の言葉は聞かなかったことにされちまう。紐なの。どうしたんだおやさん。いつからそんな養われてるの。昔お前を面倒見てた頃が俺は一番花だったよおやさん。おやさん、それでも怪盗がいりゃここまで羽村が力持つことはなかった。怪盗さん。あ、まだ話の途中だ。いや、今終わった。羽村の頭から八神さんに伝言です。なんて？ここを出たらすぐにおいでいただきたいと。ひー、場所は中道通りの喫茶アルプス。もう一度話がしたいとのことで。喫茶アルプス。そうか、気が向いたら行くよ。あまりうちの頭を怒らせんなよ。なんのかこの野郎。てめえも目えぐられんぞ。おの自白したぞ自白。くそ、頭がおやっさんがまさかの扶養されてた。行かねえとまずいんだろうな。行きたくねえよな。行くっきゃない。あ、なんか落ちてる。まあ行くか。ネジ、小さなネジ、やったー。いら、あれじゃ、街に落ちてる小さなネジをいっぱい売ってさ、親父と一緒にあれだ、アルミ缶を集めて売ろう。それで養おう。一緒に。親父、扶養されてないで、働こうぜ、一緒に。アルミ缶を一日中集めて、売るという仕事しよう。うわっ、悲鳴が。触れるものをみんな傷つけていく。どこだ、こっち。ほらちゃん、やばい、絡まれそう、絡まれそう、そろ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 絡まれそう。大丈夫でした。何、ここは第一ビルディング。ああ、自分のあれか、事務所だ。事務所から地形アルプス。どうも。いらっしゃいませ。空いている席どうぞ。羽村はまだ来てないのか。どこだ。あ、ここ、空いてる席。なるほど、裏からも来れるよってだけか。なんだなんだ。
何？なんだなんだ？あの、ん？あ、ちょっと、あんた勝手に入ってこないで。すみません。怒られてしまった。怒られてしまったではなくて、あ、トロフィーを獲得しました。カムゴーコンプリートミッション。何それ？カムゴー？これ何なんだろう、これ。コーヒー豆ってなんであんな高いのかね。ブルマンとか 100g 2000円以上だろ。な、高すぎるよな。江上さんもそう思いません？え、その話すいる？なんだこれ。あ、ちょ。座るボタン。探偵兼ドローンレーサー。いや、あのドローンはほんと危ないの。人が死ぬぞそろそろ。まあ俺関係ないけど、俺正義の味方なんで。ぬぬ、後ろから、おお、おるやん。後ろから入ってきたのか。怖っ、目立つね。白、情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。言うな。ふざけた真似しやがる。そんなこと言うな。俺はただ頭とこじれた件おやすさんに報告した方がいいと思ったんです。こじれいらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ、うん、お金返せお金。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。おお、じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。戦え。おお、催眠術ですか。なになに、かなえちゃんと天外デートかな。うわー、また、店の中むちゃくちゃにしていいっていう合図。これはやめーや。ピンク、あー、うわー、誰、強そう。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。何歳から知ってるの。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。すごい。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろ。うん。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。無知。うん、とわー、あー、キムタク、根性焼きされる。尾崎、はい、尾崎、歌うまそう。ジャンボ尾崎の方か。やっちゃえ。そろそろ戦えるやろ。うぅ、バー、痛い。あー、はい、父さん、痛いよ。え、ボロボロにされるの俺。あー、裸にされなくてよかった。うわー、口から血が出とる。アイスピークで目えぐられんの今から。やめ、あ、赤眼になってしまう。あー、痛い。こいつで目をえぐってやる。やば、現行犯、逮捕しろ海藤さん。ぬぬなんてな。お、おや、お、やんのか、やんのか。てめえ、何やってんだ俺。一遍死ぬか。うん、おお、構わねえ。ぶっ殺せ。斉藤さん、ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、順番。次は俺の番だろ。おお、やるんだ。やる、どうせやるんだったらもっと早くやっとけばよかったのに。体力は大丈夫あるんですか。まだ戦う体力半分まで減っとるやん。何これ、怠慢勝負が。おっと、
搭乗会計松金組員。おら、おお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 はい、ゴミ箱の使い方を教えてあげましょう。ゴミはゴミ箱へってな。おい、なんでゴミ箱から出てきてんだこの野郎が。入れ、まったく、ほら早くこん中に。よし、勝ったぜ。おお、やばい、でかい、くそ、強そうだ。尾崎浩次郎、待って、増えた、人増えた。トン、えい、トン、おらおら、お物は消毒だ、おらおら、あ、痛いのな、首からいった。よし、大丈夫です、首は鍛えてます。あ、ちょっす、あーあー、とりあえず尾崎にこれで、おら、大ダメージ与えておきたい。うん、溜まったらとりあえず尾崎に。必殺技尾崎にぬぬぬぬぬ。うわあ、近く、やだ、おお、近く、怖、おお、ナイスだ。今俺技溜まってるよね。え、やっぱ致命の一撃はちょっと、痛い、痛いよ、痛いよ、痛いよ。おら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 、今全部の技をほら効かない状態にしてやったぜ。おら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 、あ、じゃあ、まあ、まい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 、おりゃ、ちょっと待ってください。僕は今からちょっとあの幕の内弁当食べるんで待っていてください。ありがとう、うまい、あんまんもうますぎる、もっちっちピザマンいただきます。よし、あ、あ、あ、食べた直後の運動は体に良くないと思います。ゴミ箱がそこにありますね、使いますよ。持てないのかこのゴミ箱は。な、持ち物検査、いた、あー、後頭部痛い、側頭部へのアチョス、おらおら、この野郎、あい、いや、あ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、ちょびー、バーバー、危ない。結局しょぼい攻撃で倒してしまった。あ、首が、ふぅ、え、羽村の頭と戦わない感じ。おっ、強い、えい、あ、すごい強い、丸飲み、ふぅ、頭は、銃だ、銃持っとる。やばい、撃たせようと仲いい2人、やめろ。海藤さん、指でつまんで止めて、ピッて、やめとけ。しっかり狙え、剣豪、心臓だ。はい、撃つなら自分で撃てよ。そうだぞ。いや、やっぱり目撃つか、汚い、両目撃ち抜け、両目を同時、男になれや、剣豪。ああ、海藤さん、おお、お、え、何、なんだお前。ダルビッシュが助けに来てくれた。誰、逃げるよ、ついてきて。はい、ちょ、ちょ、え、あ、ちょ、あ、はい、何やってんだ、捕まえろ。逃げチェイスが始まる。いける、逃げ切れる、イケメンや、茶髪だし、生産誰だろうな。ついてきなよ、ついていけない、はい、ついていかれへん、ね、後ろから来てる、見失っちゃいけない、あ、ぶ、ベジョベジョ、やばい、さい、インコースをついてる、インコースついてる、いや、もう近い、かなり近いよ、触れられるよ、もう、おい、おい、あ、これ今ぶつかってなかったか、やつ自身が。ほら、こっちこっち。
近いってもう。おい、三角。くそ。人をまたぐと、一人が離れてしまう。だいぶ近いよ。捕まえろ、捕まえろ。ん？ん？やべえ。いや、島崎信長さん、島崎信長さんじゃない気がする、声は。せいやかな、せいやこんな声だったっけ。くそ、せいやだとしたらだいぶ強くなってない。お、弱い感じだったね。あれは演技だったのか。逃げるというミッション。あ、スケボーだ。悪い、ちょっと借りる。お嬢ちゃん、ちょっと借りるよ、お嬢ちゃん。あ、いいんだ。すーん、すごいぞ。撃ってる。そんなバカな。バックトゥザフューチャーじゃないか。うおー、三角。うわー、大丈夫、真っ二つに割れるのでは。コナンじゃん。そうだね、コナンくんだ。うわー、おお、すごい、そんなことできんの実際。うわー、やばいやばいやばい。これはどういう操作になるんだ。おお、近く。うわー、おお、あ、いいぞ、イエーイ。スマブラみたいな動きすんな。うお、すごいぞ。いや、まさかスケボー使うとは思わなかった。キュンキュンキュン、いいぞこれ、楽しい。うわー、レースゲーム始まった。おお、なに、あ、もうないの。失った。高橋名人の冒険島みたい。スケートボードが一瞬で消えるよっていう、一定時間で消えちゃうやつだこれ。ちょっとの間止まれなくなるけど。高橋名人だったか、あいつら。諦めたかな。おお、合流。勘弁してくれ。完璧見失ってたけど、あ、ちょっと合流できた。それで本気。見失うから手つないで一緒に行こうよ。青、おおおお、今よけたことになってんのこれ。左だ。おお、くそ、追い抜きたかったのに。ついてきなよっつって追い抜いていく。初見いらっしゃい。いや、そしたらジネトロック待っております。ジネトロよろしくお願いします。マイケットの怪しげなとこまで連れてこられた。うん、誰だ。お前何なんだ。仕事頑張って。その前にお礼はないの。お前は昼に俺のスマホを。そう、でも返したじゃん。なんで取った、なんで返した。うん、あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画。うん、まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。うん、後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。であんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。落ちそうになったぞ。お互い結果オーライだったでしょこれ。じゃあ今はなんで俺を助けた。そりゃあ、あれ、なんでだっけな。理由ないの。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。うん、そうかもな、助かったよ。ならこれでチャラね。おうおお、なあ、追求しないの。なんで窃盗だなんてやってんだ。義賊か。いい若いもんがもったいない。はあ、そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事、
冗談でしょ。頼むよ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。木村さんっぽい。他に教令会とも俺は揉めてる。木村良平さん。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。 LINE 交換しよう。八神さん。お、お前、俺の名前を。携帯見たのでは。あ、仮面取った、仮面取った。あ、今だ捨てた。不法投棄だ。なんか煙が出てる。これあれじゃん、ジグソーがつけてるやつじゃん。これ映画でそうで。オーイエス。ちょっと待ってください。あー、危ない。おー、びっくりした。セーブポイントか、何かと思った。急に来たから。よし、セーブポイントはなんかダメらしいが、まあいいか、大丈夫だよね。別に何か動くわけでも。はいはい。と、とりあえずここで終わっとくか。